の旅、ようこそ旅本日の旅館こちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらケノックのオールブランブランリッチを食べたいと思います。以前これとは違うタイプのブランが食べたことあるんです。あ、そうだ、フレークだ、フレークだ、フレークタイプのやつとショコラタイプのこの細長いやつが食べたことあるんです。これは細長いタイプのノーマルな味ですのようですね。というのでいつものシリアルとはまたちょっと違った味わいが楽しめます。では早速準備しましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、中身はこんな感じになってます。なんかちっちゃなごぼうのようにも見えなくもないですね。それではいただきます。細長いくて香ばしさは確かにあるんだけど、やっぱりこれだけでもちょっと物足りない部分があるかなということで、いつものようにヨーグルト投入で、そしておっと時間がかかってるな、もっとブレキバキやれたらよかったんですけど、混ぜて食べるとヨーグルトがうまく染み渡って香ばしさとうまくマッチしていますね。これはリアルに見られる甘さは全くなく、香ばしさだけは口の中にぶわっと広がってきました。なので食事とかに合わせるのはいいかと思いますが、このまま食べるとかなり物足りなさがありましたね。なのでこうしてヨーグルトを混ぜたり、ここにも書いてありますしね、それ以外にもここに使ったり料理に使うなど、そのまま食べるには何かに使って食べる方が絶対にいいと思います。食べられ、そのまま食べても、まあ、まずくはないんですけども、本当に香ばしさは広がっているものの物足りなさがどうしても来てしまいました、ね、というわけでそのまま食べるよりも料理に使う方がいいいいということで、こちらの点数とさせていただきます。はい、それではカツオたち約束するかな、この帰りを、必ず帰ってくると約束したのでしょうか、誰と。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演、お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。